8月の6日、三遊亭好楽さん、お誕生日、おめでとうございます。新一から一曲。三遊亭好楽さん、ずっとその笑顔で、笑点の収録を盛り上げてくれる可愛い人、僕にも優しい、僕にも優しい、そんな好楽さんが好き。だけど僕の記憶が正しければ、好楽さん一回も座布団もらえたことない。やるだろ。